じゃこんにちは。はい。はい、豊さん、はい。始まりましたよ。ね、交流戦、まあ3連戦を振り返るということで。はい、ちょっとね、はい、あの交流戦って書いて交流戦バージョンということで、はい、はい、3連戦振り返るということですが、はい、まああのね、今回から20日間ですかね。そうだね。交流戦ありますけど、はいはい、18日まで。まあ、うん。6月のね。はい。はい、で第1カードいよいよ始まったということで。はい。ね。うん、で今回は DH 制ありだよというこの第1カードはね、うん、ということはパ・リーグの本拠地でやるということだよね、うん、はい、はい、で看板は今日もちいちゃんということで、はい、ね、うん、ちょっと新しいスタッフが、ね、入ってきましたけど、ね、スタッフで、ね、さあ行きますか。はい、ね、ということで早速結果見ていきましょう。はい、はい、この辺でした。はい、ということでなんか結果 ね全部2勝1敗ずつになってこれなんか綺麗にセリーグパリーグで分かれちゃったね。そうですね、はいはい、分かれましたけれども、はい、まあ後で触れますが、はい、この右のスペース、まあ、ここに書いてあるのは、まあ、DH で今回はね、うん、セリーグの、まあ、チームでこのセリーグのチームが使った DH ということでね、うん、まあ、ちょっと記入してみるけども、はい、はい、いきますよということで、まず上から、はい、上から順番にね、順番に見ていきましょうか、はいはい、まあ、日本ハム対ヤクルト、うん、ね、日本ハム上原、上沢、加藤、うん、ピッチャー、ヤクルトは石川、市川、サイスニード、はい、という、まあ、先発ピッチャーで始まります。はい、で1試合目、万波の2本のホームラン、10号、11号が効いた。はい、石川7回に失点、万波の2打席連続のホームランの2点だけに抑えるけども、うん、まあ、ヤクルトが連敗中でね、まあ、なんとかこう石川が頑張って抑えようとするんだろうけども、この打線がやっぱつながらない、うん、まあ、その中でちょっと言いたいのは、俺の予想では川端が左右関係なく、うん、打線の中で DH を務めると思ったんだよね。はいはい、2試合サンタナが務めるんだけども、はい、なんでなのかなっていうような感じがしたんだよね。うん、まあ、上原というのは左ピッチャーだから使わなかったのかなっていうのは気もするけども、はい、まあ、日本ハムの方は、上原の後、うん、川野、宮西、玉井、田中で逃げ切る。うん、やっぱ日本ハムの中継ぎ陣っていいね。この強烈な感じはないんだけどさ、はい、やっぱしっかりした仕事をするというね、うんうん、まあ、見事な競り合いを制したというね、まあ、万波魅力あるね、やっぱり2対1というね、ね、うん、日本のホームランで勝負を決めるという、うん、はい、はい、で2試合目、はい、上沢対市川、この試合もある人が日本のホームランを打つ、加藤豪介、はい、ね、NPP、日本に来て初めてのホームラン、そうそうそう、2本目がそうだ ね、2本ホームランを打つんだけど、うん、まあそれプラス福田がホームランでなどで、まあ、追加点を挙げるんだよね、はい、うん、まあ、この日も、まあ、先ほども触れたけどもサンタナが DH で、うん、まあ、川端は代打だけだったというね、うん、まあ、噂は見事だったね。8回125球6安打2失点、うん、まあ、非常に好投したと言ってもいいと思うし、うん、まあ、しっかりしたコントロールで、まあ、見事という、まあ、ピッチングを見せてくれたかな。うん、で市川は立ち上がり四球でデッドボールなど制球で苦しむんだよね、はい、まあ、それが最後まで尾を引いたかなというような、うん、まあ、あんまり経験のないピッチャーだけにね、連敗中で登板したというのは非常にプレッシャーもあっただろうし、うん、ちょっと気の毒だったかなというふうには思うよね。うん、まあ、だけどヤクルトが連敗が止まらないというね、そうですね、まあ、そういう状態にはなったけどもね、うんうん、で3試合目、はい、加藤とサイスニード、うん、連敗止まりました、5対0、はい、ね、でやっと川端を、うん、これは左なんだよね加藤ってね、うんうん、3番 DH に入れ、うん、まあ、3安打、まあ、打線の流れをつないだというね、うん、その川端を置いて村上がもう見事だったね、レフトスタンドに、うん、まあ、10号ツーラン、うん、まあ、初回にも先制打を打ってるんだけども、
あの打ち方が良かったね、なんかね、うん、測ったようにパーンとレフトの方持っていったんだ、フルスイングじゃなくてミートしてね、だからこのホームランが打てたということはちょっと上がってくるかなという感じもするけどもね、兆しはあのホームランから出てくるかなっていうような感じがするような、まあ、見事なホームランだったよね、でサイスリードがやっぱ7回3安打無失点ということで、ゲームを作りゲームの流れを渡さなかったというね、で、まあ、日本ハムの方は加藤がらしくないんだよね、6回3分の2、10安打も打たれるっていうことはそうそうないけど、加藤が、まあ、4失点、まあ、エラーなどでね、まあ、自責は3なんだけど、まあ、4失点という、で、まあ、援護もなかったというね、まあ、ヤクルトはこの試合で連敗をやっと止めるというね、まあ、そういう形になったけど、12連敗というね、そうだね、とても長い13連敗というのは俺経験してるけど、もうね勝てる気がしなかったよ、何してもいけないなっていうような感覚になるんですか。そうで1点差で勝ってて8回とか9回来るでしょ、いやこれひっくり返されるんじゃないかなっていう、もう常に不安があったよね、まあ、だけどここをまあ、サイスリードでね、超えたということはまたちょっと流れが変わってくるヤクルトはね、で本拠地に戻るわけだからね、これ3戦目でこう取って次変わるっていうのもまたいいタイミングなんですかね。まあ、そうだね、でこの試合はね1番山田に使ったり、2番大木、まあ、看板3番川端というね、まあ、なんかこう顔を並べたみたいな、でまあ4番村上らしさ、だからまあこういう打順でもいいなと、まあ、ただもう DH がなくなるからまた川端が代打になるのかなという感じがするけどね。なるほど、まあ、悔いが残るのは川端を3戦とも DH に入れとけば、ちょっとまだ変わったんじゃないかなという気がするけどもね。なるほど、はいはいはい、続きまして西武対阪神、はいね、西武与座、本田、宮川という、で阪神は村上、西勇輝、伊藤将司ということだからね、はい、1試合目、もうねいきなり近本中野の連続三塁打で先制、で内野ゴロの間に2点目を取るという、もうこれは阪神やっぱ強いなっていう、まあ連勝中でもあったしさ、これはやっぱこう立ち上がりからもいきなり2点取るかみたいな、で5回にはノイジーがまたタイムリーを打つというね、まあ非常にあの流れがいいし、まあ、ただこの3点しか取れてないっていうのは、まあどうなのかなということもあるし、DH に入った前川ね、2年目、結果は出なかったけども、前川選手ですね、あの結果は出なかったけど、スイングがいいねいやこれ楽しみだね、あれだけその眼光鋭くさ、なんかどっしり感があるんだよね、でバットも勢いよく振れるっていうことは、ここで結果が出なかったとしてもやっぱ将来的に非常に明るいね。なるほど、いいわ。そうですね、これね今回指名打者ということでね、まあ、そうそう、まあ、岡田監督がね、まあ、与座ということで左バッターだったから、まあ、前側使うよっていうことで使ったんだけどね、まあ、結果は出ないけど試合には負けなかったという、ね、でその中で村上、ピッチャーのねピッチャー、村上8回112球4安打9三振1失点と5勝目、ね、これはやっぱねコントロールがいいわ、まあ、やっぱ一番はそこですかね、まあ、そうだね、それとねそんなにねびっくりするような、球はないんだけど、8回で9三振取ってるでしょ、で毎回1個ずつは絶対取ってるっていうことなんだよね、それ考えるとさやっぱりいかに制球がいいのと、やっぱいかに変化球が切れてるかっていうことなんだよね、だからまあ見事としか言いようがないんだけどさ、まあ、セリーグのね防御率1位でね、まあ、そうだね、ほんとコントロールがいいね、で西武打線ね振るわなかったけども、まあその中で渡辺健人ね4番に入って、ねね、もう頑張ると応援するしかないんだけども、はいね、
ここら辺でやっぱ彼もいいキャラクターしてるから ね、まあ、ちょっと打ってなんか西武打線活気づけてほしいなっていうような、ね、まあ、そういう4番がまた入ってきたよみたいな感じだよね。ほんとこのヒーローインタビューを聞いてるともうこうちょっと真面目な人柄もちょっと見えてね。まあそうだね、本当に、はい、はい、で2試合目4対0、うん、阪神負けました。はい、で 連勝が止まりました。はい、9で止まったんですかね、はい。まあ、西勇輝、うん、6回3分の2110球、はい、8安打3失、まあ、ここら辺は西武打線が少し、まあ、慣れもあったのかなというような感じもするよね。西勇輝オリックス時代にね、はい、打線も5安打に抑えられてつながらなかったという、うん、まあ昨日からちょっと打線が低調かなっていう感じがするんだよね。阪神、うん、3点しか取れてないでしょ、うん、もっと取れるチャンスがあったんだけど3点しか取れないということは少し湿り気味になってきたのかなという感じがするんだけ ど、うん、で西武の方は本田から森脇、ティノコ、うん、平井、佐藤、増田で逃げ切るんだよ、うんうん、まあある程度ブルペンデーだったのかなというような感じもするけどね。なるほど、うん、で4番渡辺、うん、ね、タイムリーね、ね、よかったね。本当にあの4番のお仕事ができた ね、はい、で栗山がホームラン、はい、で殿崎が2点タイムリーというね、うん、やっぱここら辺栗山とかも対戦西勇輝ともあるしね、はい、やっぱよく知ってるよね、うんうんうん、とか、まあ、そういうこともある、まあ、西勇輝は誰か、あ、西勇輝から打ったのかな栗山は、まあ、相性が良かったのかな、ね、昔もね、うんうん、まあ、この試合、はい、まあ先生、うん、中押しダメ押しとよ、うん、非常にいい点の取り方をしたね西武はね。うん、まあ4点だけどもさ、はい、追い上げてくる阪神側からするとやっぱりね、最初に先制された、うん、あ、中押しされた、ダメ押し、うん、あ、点取られたってなると、やっぱ先頭よりはだん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 そこを削がれていくんだよね。うん、まあ一気に4点、例えば5回とか1、2回に取られるっていうのは追い上げようっていう気になるんだけど、こう小刻みに点を取られるとちょっと嫌だね。なるほど、ちょっと精神的には嫌な、少しずつじりじりやられてる感がありますか ね、まあ、そうだね、はい、うん、で3試合目、はい、宮川と伊藤、うん、ね、初先発、プロ入り初先発、はい、宮川が、まあ、中継ぎでは投げてたんだけども、はい、先発となるのは初めてというね、はい、でプロ初勝利、はい、ね、川越君がやってくれましたよウイニングボールを阪神ファンの中に投げ込んだとんでもないことして、ね、ヒーローインタビューで、ね、落ち着かない様子でしたけどね。そう、申し訳ないと、うん、阪神ファンの方で撮ってる人は、うん、あのウィングボールを撮った人は返してほしいと、ね、ヒーローインタビュー後には帰ってきたけどもね、ね、帰ってきましたけど、うん、もうヒーローインタビューの間もう外野が気になってしょうがない様子でしたよ ね、 うね、うん、で5回を宮川がね、うん、74球5安打1失点、うん、ね、まあゲームをしっかり作れたということと、ただ、ね、4四球あるんだよ、はい、フォアボールが、うん、まあこれがちょっと引っかかるよね、うん、まあただそのやっぱ初先発ということで、うん、長いイニングを投げなきゃいけないということでね、うん、まあ神経も使ったんだろうけども、この中でね、初回立ち上がりね、うん、中野にヒット打たれて、はい、ノイジーの時にまあライエンドヒットという形にはなったんだけど、これを告げが刺してくれたんだよね、うん、まあ、これもやっぱ大きな、立ち上がりのプレーだったと思うしね、うん、やっぱその告げが、2点タイムリーを打ってくれる、うん、もうバッテリーの勝利だね。なるほど、うん、で川越が今年初ヒットがホームランになったと、ツーランというね、はい、うん、まあボールを投げなかったから満点な仕事だったと思うけど、うん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 、最後にねね、まあだからまあここもやっぱ宮川が勝ったというね、うん、まあ、少し西武が低調だったのが少し流れが変わってくるかなというような ね人たちが活躍したよ。そうですね、まあ、まあ渡辺玄斗にしたって、うん、今日フライ落としたけども、ああそうですね、うん、ね、みんなにね茶化されてたけどももう、まあ、大変なことになるからね、フライぐらい取らないとね、まあ、その後事なきを得たというか、その回ね、そうそうそう、しのげたのでよかったですけど、うん、そうだね、うん、ただこの3連戦を見る限りではちょっと阪神の主力に疲れがあるなっていう感じがしたね、うん、なるほど、うん、だから多分明日は甲子園戻る、うん、台風だわ、とってもこう危ないそうですもんね、このね、うん、
雨で流れが変わるっていうことがあるけども、うん、阪神も連勝してきた疲れがあるから、うん、まあ例えば明日雨で流れたとしたら、うん、これはすごいラッキーな雨になるよ。なるほど、ちょっとこう休養というか、うん、になる。なるほど、そうだね。うん、はい、でもその可能性高いですね。まあ、高いし、うん、まあ、それはね 100% ではないと思うけども、はい、まあ、でも移動してゲームっていうことを考えるとさ、うん、やっぱ少しら体は休められるかなっていうような感じがするよね、うん、はい、はい、ということです、はいはい、続きまして、うん、オリックス広島、はい、ね、オリックス広島、はい、1戦目、うん、ピッチャー山本、田島、山下俊平太、うん、こりゃ強烈だな、この先発投手は。で広島は大瀬良、栗、コルニエル、うん、まあ、ここもいいよね、うん、ただその広島はオリックスに対して連敗中なんだよね、ずっとね。え、これね、長い長い、13連敗してるんだよね。あ、13連敗で12連敗か。そうです、ね、ここまでで、うん、だからね、うん、まあ、なんとか勝ちたいよね。いくよ、ね、はい、はい、試合目4-0オリックス、はい、うん、まあ、久しぶりに山本がね、登板したんだよね、まあ、体調不良だとか、ね、まあ、そういうこともあってね。そうでしたね、うん、で8回は101球、うん、2安打9三振自責ゼロと、はい、もう何の心配もいなかった。年越しグロー、取り越しグロー、まあ、そういう心配無用ということだよね、はい、まあ、西川と秋山に打たれただけで、うん、あと完璧に抑えていくというね。特にこの間分っていうのは何にも問題ない感じでしたか、その登板しなかった分っていうのは。いや、もういい休養を取ったっていうような感じがしたよ。いい、ああ、ね、よかったですね。よかったね、うん、で大皿も頑張ってたんだよ、はい、7回97球、うん、5安打2失点、はい、これね、ワイルドピッチかなんかで先に点を取って犠牲フライで2点目を取られるんだけど、はい、ワイルドピッチ、あれワイルドピッチ止めれんかっていうようなね、そんな感じなんだよね。だから非常にもったいない失点の仕方をしたなというね。う、相手が山本だけにより厳しいボールで打ち取らなきゃいけないという力みが、うん、うーん、まあ、ワイルドピッチをよ呼んじゃったのかなっていうような気もするけど、うん、まあ、坂倉も止めてやらないとなっていうところがあるんだよね、共同作業で、うんうんうん、で交流戦に強い、はい、まあ、オリックスの中川、はい、まあ、2打点というね、うん、2点タイムリーというね、まあ、ゲームを決める、はい、2打点を挙げたという、うんうん、山本完璧というね、はい、まあ、そんな感じでした、はいはい、2試合目、うん、田島と栗3-1、はい、広島、うん、やったじゃないかって。これが ね、もう久しぶり、6年ぶり。6年ぶり。そうですね。13連敗で止めるというね、はい、まあ、よかったなと思ってさ、そんなに勝ってなかったのかっていう感じがするけども、うん、まあ、7回を98球、はい、一進点と栗が好投、うん、ね、まあ、相手に3安打しか許さないというね。うん、まあ、田島の後を受け継いだ2番手の黒木が西球の後、はい、2つのフォアボールの後に秋山がスリーラン、これ一発で ね連敗を止める、うん、ね、勝ちきれなかったという、まあ、ただオリックスは3安打では勝てないし、うん、まあ、上位打線を完璧に抑えた栗の投球、うん、ああ、よかったなって思うよね。ね、まあ、さすが栗ってスタミナもあるしさ、はい、球がつを用意するかもわからないけども、うん、ただやっぱこの日はね、ストライク先行でどん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 攻めのピッチングが見れたなっていうようなね、うん、まあ、本当に連敗を止めてやろうっていうような、まあ、そんな迫力もあったしね、はい、まあ、何度も言うけど6年ぶり13連敗を止めたという。ね、これも長かったですね。ね、本当にさっきもね、12とか13とかね、本当に、まあ、栗頑張りました、はい、ね、うん、はい、3試合目9-2、オリックス、はい、まあ、茶野が良くなってきた、うん、いや、一時期ね、まあ、ちいちゃんも、はい、茶野が打たないとっていう俺の話を覚えてない。覚えてますよ。覚えてるよね、うん、でその茶野がね、打つとやっぱりね、勝つわで点になるということで、今日は3安打6打点、で1本塁打が満塁ホームラン、うん、プロ初ということで、はい、まあ、彼が打つと勝つというね、うん、
でね、その中でね、茶野にね、うん、茶野が2番に入ってたんだけど、はい、1番が広岡なんだよ、巨人から言った。ね。広岡はね、ヒットはなかったんだけど、茶野に つながる、うん、つなげる、うん、フォアボール2つ選んでんだよね。うん、これがね、やっぱ大きかったよ。ね、粘って粘ってさ、そうですよね、なんかすんなりっていうフォアボールではなくて、うん、そう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 、うん、だから彼のそのなんていうの、生き生きした姿、うん、まあ、これが茶野にいい効果ももたらしたなっていうようなね、うん、そんな感じがするしね、うん、はい、まあ、このフォアボールっていうのも大きかったね、よく頑張ってるよ、もうほんとね、オリックス行って何の違和感もなく見れるな、そうですね、うん、で山下俊平太、はい、6回98球4安打1失点という、はい、もう完璧だね、うん、まあ、ちょっとね今日はねピンチも多かった感じはしたんだけどもさ、はい、やっぱり要所要所ではやっぱこうまっすぐで押せるし、うん、あのカーブはちょっと打てないなっていうような感じもするしね、うん、フォークはなんか伸びてたし、うん、フォークが伸びるんだよ、なんか打ちながら伸びてんじゃないかっていう、どういうことなのっていうね、そうそうそう、そんな感じもしたしね、はい、でコルニエル、うん、ね、4回3分の2、4失点、はい、うん、まあね85球投げさせられてるんだよ、はい、これやっぱねオリックスのバッター陣が、うん、やっぱこう粘るね、うん、粘る粘る粘るということで、うんうん、はい、で5回、うん、広島の方はね、うん、森の打球を林がヒットにするんだよ、はい、ね、うん、でこれ2打点与えるんだけどさ、林はサード守ってて、うん、今回 DH を使えるということで一塁に行ってると思うんだけども、うん、やっぱり、ね、反応が悪いのとちょっとやっぱり技術的にちょっと辛いな、うん、これもね使いたいのはわかるけど、うん、もう少し林をもしあれだったらこれ DH でもいいと思うんだよ、うん、広島は松山、磯村、松山って使ってるんだけど、はい、松山も大変だよねこれ DH 山下俊平太に使われてさ、うん、打てってもう言う方が難しいみたいな、まあ、そんな感じはするんだけど、うん、ただね、まあ、確かに林を使いたいんだったら、うん、俺は DH で使ってあげた方が俺は林のためじゃないかなっていうふうに思うよ。うん、やっぱね守ってて辛いと思うよ。なるほど。ああ、やっぱあれだけこうなんかエラーをするとか、うん、記録はヒットにしても自分の中では止めれたというね、うん、おそらく気持ちが残ってるはずなんだよね。うん、まあ、そうなったらそういう時はやっぱりこうホームだったらしょうがないけど DH のある時は、うん、林を使いたいんだったら俺はなんか DH で使ってやった方が林のバッティングが生きると、うん、なるほど、まあ、松山もいいバッターだしさ、うん、だけどここは切り札として置いとくと相手のベンチも嫌だと思う、うんうんうん、なるほど、はい、はい、まあ、そういうカードでした、はい、はい、続きまして楽天 DeNA、うん、楽天則本、田中、マー君、竹中、はい、いい年が来るよ DeNA、ね、うん、今永、石田、うん、東、はい、3枚左を並べてきたと、ね、本当ですね、はい、うん、初戦3対2 DeNA、はい、ね、うん、今永9回完投です、ね、122球5安打2失点3勝目という、ね、ね、はい、はい、まあ、この日はね、まあ、宮崎が3安打、うん、牧がホームランを含む3安打、うん、まあ、DH に入るオースティンが3安打、うん、と打線が、まあ、一時期ちょっと低調だったのが少し息を吹き返してきたね、うん、ちょっとね、ここ言ってましたよね、そうそうそう、ね、少し湿り気味かなみたいな、そうそうそう、うん、だけどまあ帰ってきたかなっていうような感じ、うん、でオースティンがやっぱ DH に入る、はい、やっぱ厚みが出るね、うん、あ、やっぱこう打ち出したからでゲームに慣れてきてるから、うんうん、これはまあ結構期待に応えてくれるかなっていうようなそんな感じがするよね、はい、で楽天は、まあ、浅村の2本のホームランだけ、うん、ね、で則本も打たれながら頑張ってるけどもまあちょっとな、点2だけど6回に自責は ゼロということで、うん、まあ、野手に足を引っ張られたというね、まあ、そういう状態でもあるけども、うん、やっぱ今永も良かったね、
ね、まあ、昨年はね日本ハム相手にノーヒットノーランやってるし、うん、だから交流戦っていうのは彼の中で気分転換になるのかなと思ってね、なんかちょっと違った感覚で投げれてるんですかね。だからちょっと調子を落としてた時期があってね、はい、それがちょっと長いこと続いて勝てなかったんだけど、うん、まあ、この完投で少し今永がまた戻ってくるかなというそんなピッチングを見せてくれた、うん、そうなると、まあ、今永投手も上向きで打線も上がってきてって、ちょっとまたじゃあ少し、うん、まあ、DeNA は良くなってくるね、ね、交流戦入って、うん、ただね心配なのが、はい、一番の佐野がどうなのかなっていう感じがするんだけど、うん、なるほど、うん、続いてマー君対石田、はい、3対1で楽天、うん、まあマー君が久々の3勝目、そうです ね、 ね、うん、丁寧に投げたね、うん、7回92球4安打1失点、うん、これね石田も好投してるんだよ、うん、ずっとね東郷との投げ合いもあったし1対0で負けたけど、まあ、石田も5回97球4安打、まあ、ただ5四球がいかんな、そうですね、あで1失点、うん、でね、この試合でね、ウェンデルケン、ウェンデルケン、はい、ウェンデルケン、うん、ノーアウトね、うん、三塁からツーアウトまで行くんだよ、点をやらずに、うん、その後ね、浅村の時かな、コーチが出て行って、はい、まあ斉藤隆ね、うん、多分ね、臭いとこ行けとか、低めに行けとか、だから勝負しに行ってるわけだから、うん、申告敬遠ではなかったんだ。でもベンチの頭からすると申告敬遠をカウントが悪くなったらしようかなとか、うんうん、ちょっとね中途半端に見えたんだよ。なるほど。浅村ってさ非常に当たってるしね、うん、そうですよね、ああだから、うん、ここら辺ははっきり歩かしてもよかったと思うんだよね。なるほど。これがワイルドピッチになって、うん、1点を上げてしまうんだよね、うん、やっぱこっからはねなんていうのかな、はっきりした方がいいな指示は。あのね臭いとこ行ってカウントになったら歩かすとか、中途半端な感じですか。そうカウントが悪くなったら歩かすとか、うん、やっぱねそれだけの技術のあるピッチャーだったらできるよ、うん、でもそういうな技術があるピッチャーは負けないから、うん、でもやっぱりね人間のやることだからやっぱ間違いが起こる。こうやって、うん、もうねこれからはね DeNA ははっきりした方がいいよ。うん、岡田監督は絶対しないからそれは。もう勝負だったら、うん、勝負だったら勝負、うん、申告敬遠だら敬遠、はっきりしてるから。それはなんかこうね、あこの人ならこうするみたいな感じのところも決まってそうですもんね。そう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 、出てくる選手ね。そう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 、うん、だからやっぱちょっとはっきりしてやった方がいいかなっていうふうに思うよね、うんうん、はい、うん、まあこの日は宮崎のホームランの1点だけという、うんね、はい、でも宮崎も一時期ちょっと落ちてきてたけども、うん、まあ、良くなってきたからね、良かったなと。はい、はい、3戦目、はい、滝中対東、うん、11対3 DeNA、うん、ね、17安打11点、ね、牧4安打、うん、オースティン、外、桑原と、まあ、下位打線に向かってこう行くんだけども、はい、全然下位打線に向かってる感じがしないんだよね、うん、DeNA の打線って、うんうん、まあなんか こっからまたいやらしいバッターが揃ってんなっていうようなそんな感じがするんだよね、うん、はい、うん、で東はね、まあ、立ち上がりにね1失点するんだよ、うん、エラーなんかも絡んでね、うん、まあでも7回はもう安定的にこう投げてくれる、まあ、5安打1失点というね自責ゼロという、うん、でまあもうこれは序盤で勝負が決まったからさ、うん、まあまあそんなに言ってもしょうがないんだけど、はい、これあのオースティンが DH に入った3試合ね、そうですね、でものすごい結果を出したんだよ、うん、でこれをオースティンをどうするかという、んこの後ってことですか。 DA じゃなくて使いたいよね、確かにね、今この調子だったらね、うん、どこかでね、そうで桑原は3割打ってる、調子も上がってきてる、うん、関根は今日ホームラン打った、うん、でずっと調子がいい、うん、じゃあ誰を外すんだ、これね嬉しい悩みだよ。本当ですね。佐野かみたいな、え首位打者の佐野が外れちゃうみたいな、
でも率が悪いんだよね今年。このタイミング的なこともありますかね。まあまあそうだよ、そうだよ、ね、うん、だからここら辺はすごく楽しみな、うん、なんか贅沢な悩みなんだけど、はい、本拠地に帰って誰を外すのかね。ね、これはちょっと楽しみ、見ものというか ね、まあ、そんな感じがします。次は西武とですからね。そうだね、うん、はい、ロッテ対ジャイアンツ、うん、まあ、DH はウォーカーと中田が入るという、ね、はい、でロッテ、西野、うん、メルセデス、カスティーヨ、ね、巨人は平内、戸郷、山崎より、はい、ね、うん、1試合目2対1、ロッテ、うん、はい、まあ、西野はいいなやっぱコントロールがいいわ。村上のところで話をしたけどもさ、うんうん、そんな飛び抜けて威圧するだけの速さはないんだけど、うん、やっぱ間違いないね。うーん、まあ、7回を95球5安打1失点という、うん、ね、まあ、田村のリードもいいよな。うん、裏を変えてインサイドズバッといったりとか、まあ、非常にやっぱこう相手がよく見えてね、うん、でジャイアンツの方もまあ、ロッテに対して2点だけ、平内、高橋、勇気、鈴木、高梨、うん、まあ、この4人で、まあ、2失点に抑えるんだよ、はい、だから非常に投手陣は頑張ったなというね、うんうんうん、無駄に失点しなかったしね、で梶谷のタイムリー、うん、まあの1点だけだったんだけども、取ったのはね、まあ、ロッテは田村と山口のホームラン、まあ、それで勝つという。はい、で田村よかったね。田村のホームランも見事だったし、うん、まあ、山口も戻ってきてね、怪我から、うん、で戻ってきてからの初ホームランという、はい、まあ、ホームラン打ってるよ前に、戻ってきてからの初ホームランを打ったという、うん、まあ、それが、まあ、勝利へ貢献できたという、はい、で1番巨人は萩尾、はい、ドラフト2位かな、うん、を1番で使ったという、はい、で DH にウォーカー、うん、吉川を8番ですから、うん、ちょっとね打順の組み替えをまたし始めたというね、うん、まあ、吉川っていうのが1番で打ってる時っていうのはすごく良かったんだけど、まあ、ルーキーを1番に入れなきゃいけない状態なのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じもしたけどもね、うん、うん、まあ、ここら辺が、まあ、後の2試合にどうなのかということ、うん、はい、で2試合目メルセデスと戸郷、はい、7対4で、うん、ジャイアンツ、はい、岡本の2本のホームラン、坂本のホームラン、うん、中田のホームラン、ね、ね、まあ、ジャイアンツらしい勝ち方だよね、うん、でその中に門脇も2点タイムリーがあるという、はい、ね、岡野、ロッテはね、岡野先頭打者ホームランで、うん、まあ、先制するけども、まあ、逆転されたと、うん、だけどその後、6回のポランコがホームラン、うん、安田のツーランで同点になる。そうなんですね、うん、8回、ね、また元ジャイアンツの沢村が捕まる、岡本にツーラン、うん、中田にソロ、うん、一気に3点を失う、はい、そのことによって髪を切るというねえ、ね、もう急にびっくりしましたけど、うん、まあ、髪のせいではないと思うんだけども、まあ自分の戒めがあったんだろうね、うん、うん、なんかね、ま、ちょっと切るじゃなくて、あれほど長かったのを切るっていうのはよっぽどバッサリね、うん、やっぱり、ね、1試合目も投げたんだけど、ね、1試合目はこう抑えたんだけどもね、うん、まあ、2試合目は捕まったというね、うん、やっぱりジャイアンツに対して、まあ、恩返しという意味ではできなかったというね、うん、まあ、そういうことが心の中に少しなんか響いたのかなという感じがするよね。そうですね、はい、まあ、この試合で坂本が2000試合、はい、ショートで2000試合、うん、これショートで2000試合って史上初だと思うんだけど、うん、これはすごいことだよ。うーん、もうね、足腰がね、ほんと強くないとできないし、うん、体も体力も精神的にも強くないと、うん、ショートで2000試合出るっていうのは、うん、もうほんと厳しいから、うんうんうん、やったことないとわからないと思うけど、うん、セカンドで2000試合でもうとんでもない、ショートで2000試合やって倍ぐらい疲れるわ、うん、もうよく本当頑張ったなと思うよね。なるほど、うん、まあ、その試合でホームラン打ったりとかね、うん、はい、まあ、いろいろもしたけど、うん、はい、ということで3戦目、はい、うん、カスティーヨ山崎より3対2、ね、ジャイアンツ、うん、
ね、まあ、山崎よりが7回1失点、うん、まあ、要所ね、素晴らしい球でしのいだんだよね、うん、や山崎より、ああ山崎よりね、うん、はい、なんていうのかな、ポランコに対してピンチの時に、うん、アウトコースまっすぐ、こんなのすばらしいボール持ってるし、うん、なんかピッチングのコツというかさ、そういうものを少し掴んだのかなというの感じがするよね。なんかね、うん、ランナーがいない時とかそういう時っていうのはスッスッと行くんだけど、ランナーがいる時にちょっと集中力上げて出力上げて勝負しに行くよね。だからそれがね、今日なんかものすごくいい感じで決まったかなって。だから非常にランナーは出すんだけども、なんか要所を本当に締めたというようなね、うんうん、ピッチングを見せてくれた、うん、ね。でこの試合、この3点というのは岡本の3点、はい、ね、まあその中にホームランもあるんだけども、うん、まあ投手系統は中川大成というね、うん、まあ、大成が梶谷がちょっと孤立したんで、まあ1点取られたけども、はい、まあほぼ完璧だったね、うんうんうん、でね、ロッテの方はノーアウトランナー2塁、うん、まあ、安田がいて、うん、角中がねセンターに大きなフライを打つんだよ、はい、でこれに飛び出してんだよね。おでワンアウトだったらまだしもさ、ノーアウトだったらタッチアップなんだよ、うんうんうん、ね、その走塁がもしうまかったらこの試合勝ってたかもわからないんだよね。なるほど。でノーアウトとワンアウトの意味合いってさ全然違って、うん、取られることによってツーアウトになる、うん、それでサードに進んだところで、うん、っていうよりもやっぱりヒットで帰ってきてほしいよね、うん、でノーアウトっていうのはやっぱ先の塁に進めばワンアウトサードを作れるわけよ、はい、だからガイアフライでもいいって、うん、でロッテって今首位を走ってる、はい、これからこういう走塁がものすごく大事になってくるから、うん、もういい感じで進んでるからね、うん、そういう走塁をもっと意識して、うん、集中してやってくれると、まあ、いいかなって思う、ね、うん、ロッテは。なるほど。もう本当にいい感じで来てるからね、うん、ロッテはね、もったいないことはしない、はい、はい、最後、うん、ソフトバンク対中日、はい、ね、大関、うん、東山ガンケル、はい、中日は福谷涌井柳という、うん、ね、はい、1試合目甲斐がツーランホームランを含む3安打、はい、甲斐が打点を上げると、うん、勝つんですよね。そう、その通り、ね、まあ、8番シュートもさ2安打ということで甲斐、うん、から上位につながる打線、うんうん、ね、上位から甲斐につながったとしてもそこで甲斐打線が当たってるから、うん、返してくれるんだよね、うんうん、だから非常に打線のつながりが、まあ、この試合は良かったなというね、うんうん、感じがした。はい、はい、で中日は、まあ、鵜飼がホームラン、うん、ブライト・ケンタが3安打、はい、まあね、まあ、全体見ても13安打というね、うんうん、まあ、13対5で負けるんだけどもさ、はい、ただ5点を取ってるという、うん、これがどうなるかということ、ね、安打数なんて13本と14本だから、そう、変わらない、変わらないんですよね、うん、変わらないけども、うん、まあこう点差とすれば13対5という ね、 そうですね。だけどこれはピッチャーが踏ん張れなくて、でも、13安打打って5点を取ってるということ、うん、まあ、これはなんかこう光が見えてきたぞみたいな、ちょっとこの前までの試合の感じとは違いますかね、この、いや、もう全然違うと思う、ヒットの数とかね、うんうん、だって13対これ1とか2とかで負けてるようなそんな感じがするんだけど、うん、反発力が出てきてるよね、うん、はい、はい、ということで、2試合目東山対涌井、うん、7対1で中日、はい、ね、涌井に7点も援護点があったよ、ね、2勝目涌井、うん、7回107球3安打9三振、はい、1失点というね、うん、まあ、非常になんかこうソフトバンクをよく知ってるわ、やっぱよく対戦してたから、まあ、パリーグでずっとね、まあまあそう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 、うん、で相手も知ってるっていうことはあったにしても、うんうん、だから非常に良かったね、まっすぐが、うん、まあ、今年の涌井っていうのは非常にまっすぐがいいしね、援護点さえあればもっと勝てるけどね、うん、それともブライト・ケントが満塁からライトオーバーの3点タイムリー、はい、ね、細川がこの試合で2点タイムリーという、はい、ね、ああいいね、岡林、ブライト、
細川、うん、1、2、3番、うん、いいねいやいや本当にやっぱ光が見えてきてるよこれは、うんうんうん、立浪監督が我慢してるというかね、思い切った大胆な采配もしてるし、うん、使うという意味ではね、うん、だからこれがあとはビシエドが打ってくれると、うん、もっと楽になるけどね、うん、まあビシエド待ちだな、まあ、打つまで待とう、ホトトギス、ね、徳川家康、はい、名古屋だけにね、うん、待とう、待ちましょう、はいはい、はいね、まあソフトバンクはね先制するんだけど、うん、最初にね、うん、まあだけどやっぱ涌井が良かったわこの日はね、うんうん、まあ昨年じゃない昨日、はい、まあ13点というね、うん、打線が振るったのがやっぱ涌井によって、消されたというね、うん、はい、で3試合目、はい、ガンケル柳ね、中日が勝ちました、はい、ね、1点差ですね、はい、うん、中日が3カード連続の勝ち越しだったね、すごいよ、素晴らしい、いや来るって流れがちょっと変わってくるぞって言ったの覚えてる、うん、て柳が勝った、うん、ね、ビシエドがスリーランを打った、うん、ちょっとねちょっとずつ流れが変わるよっていうふうに言ってたんだけど、うん、やっぱこの勝ちに貢献したのが高橋周平、はい、ね、あの久しぶりのヒットだよね、悔しい思いでベンチに座ってると思うけども、うん、まあ、タイムリーツーベース、ね、一気に一塁からチョークホームにして勝ち越しになったというね、うん、まあ、その試合の中でも細川、うん、福永が、まあ、2打点という、非常に点を取れるようになってきて、うん、まあ、初戦が5点7点6点と取ってる、ね、でソフトバンクのピッチャーって非常にいいという評価を得てるでしょ、うん、まあ、それからこういう点を取ってるという、で細川っていうのも大きいし、福永がね下位打線でしぶとく打ってるし、うん、ね、ただソフトバンクね、打線はつながりながらも5点を取る、うん、ね、だけど投手陣がソフトバンクの投手陣がボールが高いわ、うん、うん、ね、やっぱり失投が多い、それをやっぱこう中日打線が見逃さない、うん、痛打されてきたということね、で決勝点になるつもり、フォアボール後の長打、まあ、これで決勝点を取られるというね、うん、ソフトバンクらしからぬ点の取られ方という、そんな感じがします、はい、でカイロが戻ってきて、うん、まあ、ピシャッと抑えて、でカイロが戻ってきたっていうのは、まあ、投手陣に厚みが出るということなんで、うん、まあ、非常に頼もしい人が帰ってきたかなという感じがします、うんうん、はい、まあ、でも中日がねちょっと5位に上がって、うん、まあ、非常にやっぱこうだん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 こう歯車が合ってきたというか、うんうん、まあ今まではちょっとね苦労してたけども、まあ良かったなというね感じがするよね、うん、はい、はい、まあこういうふうに DH を変えたけども、鵜飼がホームラン打ったりとか、うん、ブライトがね満塁で走者一掃打ったりとか、うん、まあ、大島は DH に入るとやっぱり慣れてないせいか振るわなかったけどねまあでもこの若手だとか、うん、まあ中田がねやっぱ足の故障で、まあ、その満足に走れない、うん、まあ、DH を利用して入れたら、まあ、ホームランを打つとか、うん、まあ、オースティンがなんかやっとリズムが良くなってきて打ちまくったとか、うんうん、ね、ここら辺はやっぱピッチャーに恵まれなかったという、山本、田島、山下俊平太、それはなかなか打てないよ松山はちょっと散々だったけどね、うん、で前川の前川の、うん、非凡なものは見せてくれたね、うんうん、で渡辺亮、まあ、惜しい当たりもあったんだけども、はい、まあ一本打ったからタイムリーね、うんうん、やっぱり使うと何かやってくれるね、うんうん、でやっぱり川端、うん、ね、DH 川端でいったらこの3連戦またちょっと違ったかなというね、うん、まあ、ちょっともったいなかったけども、はい、まあこの3連戦終わってで、ね、9勝9敗、まあ、9勝対9勝、はい、うん、五分ということで、ね、綺麗にね分かれたね、分かれましたね、書いててびっくりしてたのね、綺麗に分かれたけどこれは本当に合ってるみたいな本当に ね、うん、だからね今度はホームがセリーグになるので、まあ、そうだね、今度はパリーグの投手陣が打席に立つという機会と、そうそう、またそこでいろいろなことが、ね、まあ駆け引きが起こるよね、うん、多分ね、それと打席がどういう打席か、うん、送りバントができなかったりだとかさ、うん、それはやっぱりセ・リーグのピッチャー陣の方が
送りバントもうまいだろうし、やっぱバットに当てることもうまいだろうから、うん、まあ、そこら辺での差が出るか出ないかね、うん、でそこで駆け引きがどうなるのか、まあ、そうでなくても多分打席に立つっていうだけで精神的にプレッシャーだったり平常心でいられなかったりする投手もいそうじゃないですか、まあ、あの今までは塁に出たりとかしないじゃない、うんうん、仮に塁に出てやっぱ走るっていうことを、ね、まず今パリーグの場合はしないわけだから、うん、まあ、そういうのでリズムが変わったりだとかさ、うん、まあ、そういうのもあるよね。十分ね。そうね。そうですよね。はい、まあ、そういう楽しみを持って、はい、ね、また3連戦見たいと思います。はい。